花火大会、来年行けるといいね。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。9月も入りまして、今日9日ですか。ね、もうそれでもまだまだ夏野菜が美味しい季節でございます。まだまだ枝豆もトウモロコシもね、これさっきうちの近所のお店の近所にね、八百屋さんがあるんですけど、そこね安いんですよ。スーパーなんかで今買ってきて、でカメラさんもね、今日カメラさんの晩飯大部分俺が担当してる今日なんだっけ、トウモロコシでしょ、あとピーマンでしょ、あと何買ったっけ、あ、キュウリね、それとなんかトマトとかね。でこれが生なんですけど食べれそうですよ。新鮮で甘いんだよ、こんちの安いのにね。あんだけ買って今日1000円ですからね、びっくりしましたね。僕は今日これをですね、家帰ったら食べますけども、皆さん知ってます、枝豆もそうですし、トウモロコシもこれ茹でちゃダメなんで、俺に言わせると。キャムさん知ってる、あ、知ってた、これね茹でないで、要するに鍋にねお湯張って入れるわけでしょ。そうじゃなくて、これ蒸し器でやってみて、枝豆も、そうするとめちゃくちゃ甘いです。ぜひ今晩あたり試してみてはいかがでしょうか。今度そういった3分クッキングやってみようか。ゲイリー鈴木の3分クッキング、ギター紹介しろって話ですよね。だから雑談メインって言われてごめんね。さあ、そういうことで、コーンといえば何と言ってもやっぱ本場はアメリカなのかね。そうなのかな、トウモロコシ、コーンといえば僕のイメージはやっぱアメリカだよね。でアメリカといえばやっぱギターだよね。でギターと、アメリカでギターってやっぱブルーグラスだよね。わかる、ブルーグラスで、ブルーグラスって言ったらやっぱドグワトソンだよね。でドグワトソンって言うとこれですわ、ギャラガーとね。そういうことで無理やりトウモロコシからギャラガーまで持ってきました。努力だけは認めてください。一つでね、今日はですね、こちらギャラガーの GL5 というギターなんですけど、これちょっと珍しいです。でまずね、ギャラガーギター自体ちょっとレアなブランドなんで説明しますね。ギャラガーっていうのはアメリカで1960年代にできたんですけども、割と小さな、メーカーというより工房に近いんでしょうね。お父さんとセガラさんと2人で最初やってたんだけど、確か80年代頃にはお父さん亡くなって、その後90年頃セガラさんがついてどうなったの、最近はほとんど聞かないですから、もうやってないのかな。確か僕の調べたところだと生涯生産本数が2000何十本ってらしいんですよ。で今日の答えはですね、実は日本製なんです。で例の寺田楽器製、90年前半だと思うんですけど、新井貿易さんいるでしょ、アリアのがちゃんとアメリカのギャラガーと正式に契約して、ライセンス契約取って寺田さんに作ってもらったギターなんです、 GL5 で。これ当時 GL ね、 GL シリーズって GL15 までだから、当時で15万が一番高いやつ、これ5万が一番安いのかな。サイドバック合板でトップ端板のみのね。でこれ正直ね、本当に生産台数少ないんですよ、国産バージョンも数年間だけで。でそれ以前に70年代からもう日本のジャパンヴィンテージって言われてるところは、結構このギャラガーモデルってコピーしてるんですよね。正直ギブソン、マーチン、ギルドに比べたらはっきり言ってちっちゃい、もう比べ物にならないぐらいちっちゃいブランドなのに、なぜか各メーカーはコピーモデル出してるの。それはやっぱりこの個性でしょうね。このヘッド、このなんていうんですか、このちびまる子ちゃんに出てくるなんだっけ、花輪くんの髪型、そしてこの特徴的なピックガード。一説にはこのギャラガーさん、お父さんの方、昔一応ユッペディア見ると家具職人だったという説と、ちょこっとマーチンで作ってたという説もあるんですよね。だからちょっとところどころマーチンっぽいところもあるんですけども、でそのもう一回ギャラガーモデルっていうのがね、当時日本でもいっぱい作られたっていうのは、ちょうどね、実はまだ仕上がってないんですけど、だいぶ前から入ってきた、ほら見て、これ例の木曽鈴木バイルが作っていたブルーベルなんですけど、これ同じギャラガーヘッド、そしてこれね、残念なことに剥げられて、これ、ね、形、さっきの。で、これ、同じものが今ないので、今、ここで困ってるんですけど、これ、また似たの探して、貼ると、これも仕上がるといいと思いますね。これも珍しいですよね、ギャラガーモデル。で、さっきも言いましたよね、これは70年代で、当然これ、単なるコピーモデルで、本家に許可も取ってないわけですよね。で、それに対して、今日ご紹介するのは、寺田楽器製で、ちゃんと、新井貿易さんが、
ギャラガー社とライセンス契約取ってちゃんと中も夜勤、ギャラガーと入ってますので、一応国産ですがこれはギャラガーと呼んでいいわけですよね。そういうことで非常に今日はレアなギターをご紹介いたします。さあ、そういうことでいつものように細かいところを見てください。はい、それではギャラガー GL5 細かいところを見ていきます。まずは何といってもここ、ね、肘のところに木のこうカバーみたいなガードがついています。これ多分ローズウッドだと思うんですけど、綺麗なね、木目してますね。さあ、トップもね、綺麗なんですよ。そんなね、目立った傷だこもないですね。で、このギャラガーの独特のこのピックガードの形ね。そしてヘリンボーンです、ここね。この辺りがやっぱりこのギャラガーさんが昔マーティンで働いたって言われるところなんでしょうかね。フレットも綺麗です。ヘリもね、そんな減ってないんだよね。だいたい8割9割残ってる感じかな。さあ、そしてペグも、色つやいいです。くすみとかそんなないですね。ギャラガーのこの独特のロゴ、そしてこの独特のヘッドの形ね。さあ、そして後ろ、はい、でペグがですね、メイドインジャパンって入ってます。ちょっとピント合いますかね。多分ご当選と思いますけど、メイドインジャパンってね、これちょっと見えにくいかな、見えるか、メイドインジャパンってね、入ってるんですよ。さあ、ネック裏も綺麗です。ダコンとかない。はい、サイドバックもね、非常に綺麗なんですよ。本当に目立った傷なくて状態は素晴らしいと思います。ちょっとまた椅子の上に置いてみたいと思いますね。はい、こんな感じで、でさっきのこの木製のガード、こんな感じになってます。それなりの厚みがありますね。はい、こんな感じ。はい、大変貴重な国産のギャラガーね。状態いいですよね。まだ30年くらいしか経ってませんから、まあ、ギターの世界で30年って本当昨日のことですからね。さあ、そしてさっきも説明しました、ここね、これなんて言うんだろうね、このエルボーガードでもいいんでしょうかね。この多分これローズウッドだと思うんですけど、これ剥がすとほらもう接着剤の跡ね、絶対残るし、これはこれでかっこいいんで、もうつけときました。さあ、そしていつものように弦高チェック。6弦12フレット上で低いですよ、 2.2 くらい。そしてナット幅、ナット幅 43.5。 そしてグリップですね、握りがね、割ともうこの頃はもう90年くらいになると割と今時の薄めのかまぼこですね。割と薄いです。割とほぼほぼ最近のこうギターの感じですね。アコギの感じですね。でこちらも、ペグもメイドインジャパンタイプ、多分ご当製だと思われます。さあ、じゃあ早速弾いてみましょう。これめっちゃいいな。これで当時5万円。いやー、素晴らしくなるわ。なんじゃこれ、ちょっとピックで。はっ、キラリンと。なんですかこれ。うわ、低音も来るんだよ。ドグワットソンフ、ブルーグラスの。ブルーグラス弾けませんけど、ブルーグラスってあれだよね、ステーキハウスイングというかかかってる感じね、あのイメージ、なんか明るく、なんか楽しくなるような感じね。まあ、ブルーガースとかドグワッツソンとかそういうの全然知らない人もこれめっちゃいいですよ。これ本当にいいな。寺田製ってよく出てくるでしょ、僕のこの動画でも。素晴らしいね、本当に。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。本当ちょっと俺気に入っちゃったな、これ。欲しい。いや、でかい音も出るよね。
持ちいいですよ。ほんと弾きやすいし、もうこの指弾きなんかもさ、このあ楽だもん。こんな感じ、ほら。これ難しいことなんで、これも楽、ほら。これ結構難儀なんだよ、これ。これこの辺も意外と、ね、難儀なコードも楽チン。いやこれやっぱ弦高が低くてネックなんかも弾きやすいと本当いつも弾けないようなちょっと難儀なコード、難しいコードもこれ楽ですよ。ほらちょっとジャズっぽいみたいな、ほら、ね、いいかもしれない。いやでもこれは本当にいいギターです。さあそしてね、これケースはついてこなかったんで、たまたまこちら在庫の中で、こういったハードケースございましたんでこれお付けします。これあの有名なねロックインさんのオリジナルのハードケースですね。だからそんな古くないよね、ロックインさんってことね。80年とかそのぐらいかな、80年90年代くらい、ちょうど同じぐらいの年代だと思います。ですから30年前くらいかな。ですからまあまあ綺麗ですよ。ほらこのほら金のこのパーツがすごい輝いてるから、そんな古いもんではないですよね。さあこちらのハードケースがつきまして、お値段ハードケースもつくし、ね、あと何つければいいんですかね。これは腐るからって自分で買ってくれて、さあギャラガーの GL5 ね。ほんと探すとないと思いますから、もう僕はいつもこれは珍しいですっていつも言ってるけど、いやこれほんとめったに手に入りませんからね、ギャラガーモデルね。っていうかギャラガーモデルというよりギャラガーそのものですからね。ちなみにあのギャラガーって言うとロリー・ギャラガーを思い出す人もいますけど、あれはまた違いますかね。あれもストラト使いの天才、あれもあのロリー・ギャラガーさんもアイルランド出身のねブルースギタリストなんですけども、さあ今日はこのお値段なんですけど、税別で49,800円です。いやこれはねこの値段でこの音はないわ、うん、聞きやすさとそしてこのレア度、いやこれ今日ねいつもなんですけど、もうお早めにというかもうまたまた争奪戦、お電話お待ちしております。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。